ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。どうしたの？また、知らなきゃよかった雑学を調べてきたから聞いてくれよ。うん、聞きたい。ってことで今回は知らなきゃよかった雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは結婚行進曲は不吉な曲だ。結婚式で流す曲は、定番のクラシックは外れがないイメージがあるよな。そうだね。私は結婚式といえば、結婚行進曲のイメージが強いな。確かにそうだな。でも、結婚行進曲って2種類あるんだぜ。そうだったの？ああ、メンデルスゾーンが作曲したものとワーグナーが作曲したものだ。実は、しんみりとした雰囲気の時に流れるワーグナーの結婚行進曲は、あまり、結婚式にふさわしい曲とは言えないんだ。そうなの？どうして？ワーグナーの結婚行進曲が使われている、オペラローエングリンは、結婚初夜に二人の関係が破綻し、花嫁が死んでしまう悲劇の物語だからなんだ。知らなかった。日本では、あまり知られていないが、ヨーロッパでは有名な話で、不吉な曲とされているんだぜ。二つ目に紹介するのは綾瀬はるかは密輸疑惑で拘束されたことがあるだ。え、そんなことがあったの？ああ。2006年、当時二十歳だった綾瀬はるかさんは、仕事でニュージーランドの空港に降り立ったんだ。そこで職員に声をかけられ、拘束されることになってしまったんだ。どうして、そんなことになっちゃったの？実はその日、空港にアジア人の若い女性が密輸を行うと垂れ込みがあったんだ。厳重な警備の中、ニュージーランドに降り立ったのが、綾瀬はるかさんだったというわけだ。そうだったんだ。でも、アジア人の若い女性って綾瀬さんの他にもたくさんいそうだけど、どうして、拘束までされちゃったの？それは、綾瀬さんは、北海道を張った状態でセキュリティゲートを通ってしまい、職員が北海道爆発物じゃないかと勘違いしてしまったせいなんだ。その後、容疑は晴れたが、綾瀬さんは丸一日空港で足止めされることになってしまったんだぜ。丸一日も足止めなんて、大変だったろうな。三つ目に紹介するのはアニメキャラと結婚した男性がいるだ。アニメキャラと結婚したのは、韓国人の当時28歳の男性だ。アニメキャラと結婚しちゃうなんて、やばすぎる。何のキャラと結婚したの？魔法少女リリカルナの葉の主人公の一人であるフェイト・テスタロッサだ。2010年の3月に結婚したんだぜ。一つ疑問があるんだけど。なんだ？アニメキャラって実在する人物じゃないでしょ？実体がないアニメキャラとどうやって結婚したのかなって。実は、男性は、キャラが書かれた抱き枕と結婚したんだ。え？それなら実体はあるけど。友達によると、男性はどこにでも抱き枕を持っていき、レストランで食事をするときも、一緒に食事をしていたらしいぞ。アニメキャラが書かれている抱き枕と結婚しちゃうなんて、愛ってすごいね。四つ目に紹介するのはローマ時代はおしっこで洗濯をしていただ。現在は洗剤があるが、洗剤がなかった古代ローマでは、なんと人間のおしっこを洗剤の代わりにしていたんだぜ。おしっこで洗濯なんて、逆に汚くなる気がするけど。おしっこには皮脂汚れなどを分解するアンモニアが含まれているから、洗剤として利用するのは、あながち間違っているとも言えないんだぜ。それに、もちろん水洗いで仕上げをするぞ。なんだ、ちょっと安心したよ。古代ローマはおしっこを回収する専門の業者までいて、回収したら、洗濯屋に運ばれていたんだぜ。洗濯屋さんもあったんだね。ああ、洗濯屋では、衣類に直接おしっこをつけ込み、素足で踏んで洗濯していたんだ。そして、仕上げに水洗いをして乾燥させるんだぜ。今は、トイレに流すだけのおしっこも、役に立ってた時代があったんだね。そうなんだ。めちゃくちゃ貴重な資源だから税金もかけられていたんだぞ。おしっこに税金全然想像できないよ。5つ目に紹介するのは縄文時代の平均寿命は15歳だ。医学の進歩と比例して、人間の平均寿命は伸びている。そうだね。男性の平均寿命は 81.41 歳、女性は 87.45 歳って、この前ニュースで見たよ。日本の平均寿命は世界でもトップ3に入る長寿の国なんだよね。その通りだ。だが昔はめちゃめちゃ寿命が短かったんだぜ。縄文時代の平均寿命は15歳だったと考えられているんだ。そんなに短いの？ああ。医学もないし、満足に食べ物もない。乳児死亡率がめちゃくちゃ高かったことも、平均寿命を下げる要因の一つだが、健康に生きても30歳くらいで寿命で亡くなっていたんだぜ。今の30歳は、まだまだこれからって感じなのにね。そうだな。私は縄文時代の平均寿命だった15歳の時なんて、ゲームとかアニメのことしか考えてなかったぞ。今、平均寿命が80歳を超えているのは、はるか昔、ご先祖様が頑張ってくれていたからなんだよね。感謝して生きようと思うよ。6つ目に紹介するのは動物園が作られた理由だ。そもそも、動物園は19世紀のヨーロッパで誕生したと言われているんだぜ。当時のヨーロッパでは、植民地を獲得することがメリットになると思われていたんだ。
植民地って、どんなメリットがあるの？それはたくさんあるだろ。領土を拡大できるし、たくさんの資源を得ることもできる。自分が働かなくても、植民地の作物を収穫することができるし、力を誇示することもできる。確かに、そう考えるとプラスになることばかりだね。植民地争奪戦に勝利し支配すると、自国に戦利品として、植民地の特産物や資源を持ち帰ったんだ。その中に動物もいたんだぜ。植民地にだけ生息している動物を持ち帰って展示することは、その植民地を支配したという証明になったんだ。じゃあ、植民地が増えるたびに動物が増えて、集まった動物を公開したことが、動物園のルーツってこと？そういうことだ。今は、その動物が生息していた環境に合わせた展示をしているけど、当時はそんなことしなかったよね。楽しくて勉強になる動物園の始まりは、そんなに悲しいものだったんだね。七つ目に紹介するのは犬も仮病を使うだ。人間は仕事や勉強が嫌になった時、仮病を使うことがあるよな。うん、私も何回か仮病を使ったことがあるよ。そんな仮病、実は犬も使うんだぜ。そうだったの？犬はどうして仮病を使うの？犬は、昔病気や怪我をした時に、飼い主が優しくしてくれたのを覚えていて、体調が悪ければ、飼い主が構ってくれると思い、飼い主に注目してほしいから、仮病を使うんだぜ。犬の仮病は構ってほしいのサインだったんだね。もし、愛犬が仮病を使っていたら、たくさん構ってあげよう。八つ目に紹介するのはバックトゥザフューチャーのデロリアンは最初は車ではなかっただ。マーティと変人発明家のドクが、タイムマシンに乗って過去や未来で、いろんなトラブルに巻き込まれる、名作バックトゥザフューチャー。映画の中ではデロリアンと呼ばれる車がタイムマシンだったが、映画の開発当初は、タイムマシンは車ではなく冷蔵庫だったんだぜ。へえ、知らなかった。冷蔵庫で時を超えるシーンも見てみたかったな。どうして冷蔵庫から車に変更されたの？それは、子供への配慮で変更されたんだ。バックトゥザフューチャーが公開されて、人気になると、映画の真似をして、子供が冷蔵庫に入ってしまうかもしれないからな。変更しないといけないほど、冷蔵庫って危険なの？ああ。当時の冷蔵庫は、ラッチという装置が付けられていて、内側から扉を開けることができなかったんだ。日本でも、冷蔵庫で遊んでいた子供の死亡事故が数件報告されているんだぞ。昔の冷蔵庫って、めちゃくちゃ危険だったんだね。9つ目に紹介するのは筋肉マンの筋がカタカナである理由だ。1979年に連載が始まり、現在も大人気の筋肉マン。霊夢は筋肉マンの筋がどうしてカタカナか知っているか？知らないなぁ。今まで疑問に思ったことないけど、どうして筋肉マンじゃないんだろう。実は作者である、ゆでたまご先生は原作担当の島田隆さんと、作画担当の中井義則さんの、合同ペンネームなんだぜ。え、それも知らなかった。二人は小学4年生の時に出会い、小学5年生の時には、もう筋肉マンを描いていたんだぜ。筋肉マンを描き始めた時、二人は小学生だったから、肉という漢字は描けても、筋は描けなかったんだ。だから筋がカタカナなんだね。小学生の時から筋肉マンを描いてたなんて、ヤバすぎる。最後に紹介するのはハローキティに口が描かれていない理由だ。サンリオを代表する、超人気キャラクターハローキティ。キティちゃんは、世界中で愛されてるよね。ああ。経済効果が年間4000億のヤバすぎるキャラなんだぜ。そんなキティちゃん、目、鼻、耳、それに、ヒゲまであるのに、口はないよな。確かに、ない。実はこれには、深い理由があるんだぜ。一体どんな理由があるの？キティちゃんの口が書かれていない理由は、月刊いちご新聞で語られているんだが、それは優しさや思いやりは、口で言うだけでなく、態度で示しましょうという、メッセージが込められているからなんだ。そういえば、キティちゃんって、見ている人の心理状態によって、表情が変わってる気がするよ。それが人気の秘訣なのかもね。今回も雑学をたくさん聞けて、大満足だよ。また、調べてきたら聞かせてほしいな。もちろんだ。また聞いてくれ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。